猫ちゃんが猫いいね、縁側もあるここから出られるんだ。そうそうそう、喧嘩したらそこまで出てこいよ。で、そのままですね、はい、笑顔で、はい、あ、全然もう慣れてますね。あ、それもいいです。はい、それもいい、お願いします。はい。あ、そう、今それ言おうと思って、はい、そうそう、はい、いいです。ポーズにしました。はい、こおすすめ。はい、はい、いいですね。はい、めっちゃ慣れてる。むしろ子供追ってきちゃう。乗ってる人すごい可愛い人ですよね。では続いて2階へ参りましょう。足元、足元にお気をつけくださいね。さあ、そして2階はこのようにログハウスチックになっています。ね、天井がこう高くて気づけに立ってますよね。こちらベンチになってるんですが、じゃーん、ベンチ下収納でもあるんです。なのでこれ4つ分ありますので、普段使わないようなものをここに収納しておくのもいいかもしれません。で、また隣の部屋もぜひ見てみてください。こちらです。2つが天井ではつながっているんですけれども、独立した部屋になっているので、例えば大人の部屋、そして横は子供たちの寝る部屋っていう風にして使い分けてもいいかもしれません。で、ここの特徴はやっぱり収納です。この屋根の下の収納になってるんですけれども、入るとこのようにこんな広い一つのお部屋みたいな収納があります。お子さんいらっしゃる方だったらここも楽しい遊び部屋にもなりそうですよね。収納はまだまだこれだけではないんです。こちらにはなんとウォークインクローゼットがございます。しかもとっても広いです。対談することができて、私自身もとても楽しかったです。あの、この土地ならではのですね、特徴ですとか、あの土地勘で私はありますので、そういった、ね、ことをお伝えしながら内覧に生かしていただければいいなというふうに思っています。今日はどうもありがとうございました。はい、内覧ありがとうございました。ありがとうございました。いただきまして、どうですか、女子アナ47と一緒に見て回ってみて、どうでした？もうすごい分かりやすく説明してくださって、本当に楽しかったです。最後の方、絆も深まってね、3人でね、今楽しかったです。嬉しいです。いかがでしたか？ちょっとね、あの土地のプチ情報を入れてたんですけど、結構プチ情報もいろいろ入ってきたんで、住んだ時の妄想がすごい広がったので、よかったですね。あ、じゃあこの土地も愛してくださって、はい、ということで
私たちもお役に立ててとても嬉しいので、これからもよろしく。